運んできました。ストークでーす。どこだ小僧に負けるとは、覚えていやがれ。やったわね。しかしすごい道具ね、びっくりしたよ。驚いた。レプリカンっていうのよ。生き物のデータをカードにコピーすることができる道具なの。だから恐竜がレプリカンから飛び出たんだね。すごいな、こんな道具見たこともないよ。24世紀なんだ。へえ、21世紀じゃないの。24世紀ずっと未来じゃないか。僕は22世紀前だから見たことなかったわけですね。そうだ、挨拶がまだあったね。僕の名前のび太で、こっちが友達のピースケ。まあ双葉鈴木竜で、ね、かわいい。でこのタヌキみたいなのがドラえもんだよ。僕猫型ロボットだ。もう失礼しちゃうな。ふふ、私はルルタイムパトロール隊員よ。タイムパトロール、もしかして僕ら助けに。やった、これでみんな見つかる。あの、私、あなたたちを助けに来たんじゃないの。え、恐竜ハンターを捕まえるためにここまでやってきたのよ。そうか、さっきの連中は恐竜ハンターだったのか。恐竜捕まえてお金持ちに売ってるやつだったね。そう、未来の法律を破って恐竜を捕まえてる連中よ。私がここに来たのはハンターたちを止めるためなの。ねえ、パトロール本部に助けに来てほしいんだけど、タイムマシンが壊れている上に友達ともはぐれちゃったんだ。それはダメよ。本部には連絡できないわ。どうして？それはその今極秘任務中なの。だからむやみに本部に連絡することができないのよ。でもタイムパトロールとして君たちを放っておけないわ。任務続けながら友達探しを付き合ってあげる。本当助かるな。それと怪我が治るまでレプリカンを預けてもいい？うん、任せて。ありがとう。それじゃあ行きましょうか。よし。セーブしましょう。上行ってダッシュできるか。お、やばい、敵おるやん。逃げて無駄だ。キャピー、なんだ。愉快愉快、これで恐竜のデータ俺のもんだ。うわ、ひでえなこいつら。恐竜ハンターだ。恐竜カードをたくさん集めればデッキがどんどん強くなるで、そうすれば恐竜捕まえるのも楽になるってもんよ。レプリカンまで悪いことに使うなんて許せない。うん、誰かいるのか。見つかった。ピュル、双葉鈴木竜じゃねえか。もしかしてお前たち、ボスを探してたガキどもか。おい、その小舟がいるよ、よこせ。あ、あっち行け。ピースケ渡さないぞ。逆らうっていうのか。だから勝ちさらまでだ。ジンジン、レッドハンター悪化、お手並み拝見デッキ。オッケー、みんな行くよ。まあ、大体上がったけど大丈夫大丈夫。エナジー2つ増えてエナジー2か。パワー20あるか。なるほどね。ポケットに出して、陸のニックスか、あれ出して、耐性バトルだよ。めっちゃ出してくるじゃん。これはなんだ、カウンターがある。カウンターってなんだ。攻撃された時20ダメージ。うえ、すげえ。それでかいな。
えずチーム作って。で、どうしようか。これで攻撃や。待てよ。あ、やられてエナジー切れる。眠い。いや、全然眠くない。全然眠くない。あ、やっぱ30になってくるよね。やっぱそうするよね。攻撃ステップするよね。カードで受けて、あ、でも30か、パワーが。カウンターでもきついな。あー、やばい、それ。カウンターで20入る。マジか。カウンターは入ったよね、オッケー。頑張ってください。ありがとう、ダウダウさん。頑張る。頑張って楽しんで。ゲームやるぜ。チームが1しか使えんけな、これね。ペットに出して これだけ出して、とりあえず出しました。で、こういくかな。よし、これで伸びたら攻撃。キャラクターカード倒せば結構いけるんだよ。キャラクターカードコストゼロだから、それで盾にしてくるんか。オッケー、エナジー5になった。俺のターンだってばよ。対決。対決。オッケー、オッケー、オッケー。カードでいきます。オッケー、オッケー。20でしょ。HP50 あるからね、全然いける。アマルガサウルス。よしよし。僕のターンだよ。あのガードきついな。お、イリタレス。これなんだ。パワー40、コスト3。あ、コスト足りねえな。お医者さんカード。とりあえずチーム作ろう。いやー、いいかな。40だから、うん、いいか。行動で来いや。全然いける、全然いける、全然いけるね。伸びたチームで攻撃して、伸びたチームで相手のこのプティアロンドを倒すと、あ、防御20か。あ、でも相手20じゃん。火力欲しい。エナジーめっちゃあるんだけど、あ、チームにしたね。はいはい。攻撃ステップで30あるんだよね、パワー。30になると結構しんどくなってくるな。あの防御ブロックがめっちゃでかい。え、40。あ、ちょっと待って。カバンで回復して、お医者さんカバン、オッケー。でかいでかい回復。あとは攻撃かな。火力、火力、せめて防御と、せめて防御やれば大丈夫。オッケーオッケー。アッカーズの対戦勝ちました。カード3枚。チームこれ2つできるよね、こののび太の海水浴。怒りのドラえもん300円。こんなガキに負けるなんて愉快じゃねえ。このままじゃ済まされると覚えてやがれ。ふう、よかった、逃げてっちゃね。なんとか助かった。
レプリカの扱いにも慣れてきたみたいね。それじゃあ恐竜カードについていいことしていただけるわ。え、なになに？恐竜カードには属性と呼ばれる特徴があるの。属性によってパワーが HP 高かったり特別なスキルを持ったりするのよ。属性ってすごいんだね。面白そう。うん、属性を考えてたからの勝利の鍵よ。よし、それでは行こう。